お疲れ様です。熊山商会所属車検部イクラロコ収集課責任者兼雑務兼現場マネージャーで伝説アルバイターのアルレルロです。本日もサモランやっていきましょう。今回も武器と武器編成の解説やっていきます。今回の武器編成の中でも特に大事なのがノーチラスです。ノーチラスはスピナー系の武器でも特殊で、うまく扱えないとバイトね失敗しやすいです。まずノーチラスの使い方解説をしてから全部の武器を実際のバイトで解説していきます。あとメンバーシップを明日の夜配信から開始します。バッジやスタンプも公開しますので楽しみにしていてください。それではノーチラス解説していきます。ノーチラスはスピナー系の武器ですが、実はチャージキープができます。チャージャーのチャージキープとは違い、フルチャージしなくてもチャージ分をキープできます。まあどういうことかと言いますと、フルチャージしなくてもちょっとしたチャージもねキープできますので、めちゃくちゃ優秀なチャージキープとなっています。扱いやすいのでぜひ活用してってください。これしかもチャージキープできる時間も長いです。スピナー系の武器はチャージ中に車検に囲まれて倒されやすいですが、チャージキープできるので安全な位置でチャージして攻撃できます。まあどれくらいかと言いますと1、2、3、4、まあこれぐらいですね。あのチャージキープできてる間はこのイカちゃん光ってるので、まあだいたい4って数えた時に、チャージキープ終わってしまうという感じなので、チャージキープ1、2、3、こんな感じでね、あの結構移動できますの でチャージキープして距離も詰めれますので、これうまく使いましょう。さらにリチャージもできます。通常のスピナー武器は射撃を始めるとチャージし直すことができません。ですがこのノーチラスは射撃を始めてからもチャージし直すことができます。スピナーの機動力をカバーできる性能があるので活かして立ち回りましょう。このチャージキープとリチャージめちゃくちゃ大事です。次にダメージについて説明していきます。ダメージは一発35ダメージとなっています。で連射力がね高いため火力がかなり高く DPS525 出すことができます。火力高いので体力の大物射程の処理が得意です。次に射程について説明していきます。射程は約 3.5 本分ですね。1本2本 3.5 とこの辺りからチャージして撃つと弾が当たります。まあ、射程なんですけど黒ガロンとね同じぐらいで優秀です。でこのノーチラス珍しいんですが、チャージ時間が短くても射程ね変わらない珍しいスピナーとなっております。まあ、しかもジャンプ打ちしても弾がぶれません。こう弾のブレを見てもらうと分かるんですが、ジャンプしてない時これぐらいジャンプすると、全然ねブレ変わりませんよね。なのでチャージキープした後も弾もねまっすぐ飛びやすいので、チャージキープして飛び込んで弾打つ、こんなこともねできますのでうまく使ってあげてください。塗りもねある程度あるので優秀です。いいですね、塗りもいいです。あと鮭を倒すのに必要な弾数なんですが、小鮭2発中鮭3発あとドスコイなんですが、チャージ時間で覚えていきましょう。チャージ1周ぐらいするとこんな感じで倒せます。あと爆弾は1周しないぐらい、ヘビ鍋蓋鉄板は1周とちょっと、チャージすれば倒せますので、このチャージ時間でどんどん覚えていきましょう。まあ、連射力も高くて火力も高くて射程も長いので基本苦手なね大物鮭いないです。まあ、ただ鮭にね囲まれてしまうと、やっぱねいくらねスピナーの中で機動力あるからといってもなかなかね動きにくくなってしまったり、あとこうやってチャージしたりチャージキープで移動したりする場面が多いので、足元鮭に囲まれて敵インクにね塗られ始めると、動きにくくなってしまうので、そこを気をつけてください。あとノーチラスですが火力が高く鮭処理が得意です。どの物鮭も処理しやすいのでどんどん鮭処理していきましょう。相手インクを踏んで動けなくなりやすいので安全な位置から鮭処理して塗り広げて進んでいきましょう。能力の高い武器ですが機動力だけ少し低く、扱いがね慣れていないと難しいです。少しずつチャージキープとリチャージに慣れていきましょう。あとは実際のバイトの中で立ち回り解説をしていきます。こちらをどうぞ。それでは実際のバイトの中で解説していきましょう。今回の編成はスプラマニューバー、スペースシューター、ノーチラス、ラピッドブラスターとなっております。総合的な武器編成の評価は100点満点中40点ぐらいだと思っています。スプラマニューバーとノーチラスの火力が高いですが、ノーチラスをうまく扱うのが難しいので注意してください。
今回の編成で苦手な青物鮭は鉄球とコウモリです。まあ、全体的にね火力が低く倒しにくいです。処理に時間がかかりそうだったらスペシャルを使いましょう。まあ、苦手な青物鮭のね対処についても武器ごとにお話ししていきます。でまず最初の僕の武器がノーチラスですね。ノーチラス、先ほど話したようにチャージキープとリチャージを活かしていきましょう。安全な位置からチャージして大物鮭を倒しやすいです。こんな感じですね。危険な海側でチャージしていると雑魚鮭囲まれたりするんですが、安全な位置でチャージしてそこからチャージキープして今みたいに倒すと安全に処理することができます。あとスペースシューターとラピッドブラスターの火力が低いのでノーチラスでうまく鮭処理することが大事になってきます。無理して突っ込んでデスするとさらにね武器編成全体の火力が下がってバイト失敗しやすいので注意してください。で今回のね武器編成で苦手な青物鉄球とコウモリなんですが、鉄球は味方と一緒に処理しましょう。一人で鉄球に攻撃している間に他の鮭に囲まれてチャージできなくなったりデスしてしまうこと多いです。コウモリはフルチャージで倒すことができます。コウモリ放置してしまうとコウモリのね雨が降ってしまって床が塗られてチャージキープができないってなってしまうので優先してね処理していきましょう。でこのノーチラスなんですけど、チャージキープだったりリチャージうまく扱うのが難しいので、まあ、苦手な方はスペシャル使う意識を持っておきましょう。で次の僕の武器がスプラマニューバーですね。スプラマニューバーなんですが一発30ダメージとなっております。全部の能力がバランスよく高く優秀で何でもできます。火力も機動力も塗りも性能がどれも高いです。今回の編成は火力が低いので、まあ、鮭処理を意識して立ち回っていきましょう。海側へも一番行きやすい武器なので肩パッドやタワーを倒す必要があるときはすぐに向かいましょう。あと今回のね武器編成で苦手な大物鉄球とコウモリなんですが、鉄球はすぐに向かいましょう。マニューバーが向かわないと他の武器では火力や機動力が低く倒しにくいです。あとコウモリはね打ち返して処理していきましょう。スプラマニューバーは機動力があるので、雨玉回り込んで打ち返しやすいです。コウモリを放置してしまうと雨が降ってノーチラスもラピッドブラスターもどんどん動けなくなって鮭処理遅れやすいので注意してください。で今ちょっと鮭処理遅れててホップソナー使ったんですが、ヘビにね引かれてしまって壊されてしまいましたね。ホップソナーなんですが、ヘビに引かれると一瞬で壊されてしまうのでヘビに引かれない位置に置きましょう。ヘビは段差の上は登ってこないので段差の上とかに置くのおすすめです。でまだちょっとね残り30秒切ってて結構ね納品も進んでないのでホップソナーもう一つですね。であと肩パッドも、ボム入れられるときはボム入れた方がいいのでいいですね。肩パッドが結構ね生きている状態でみんなでね納品するってなるとコンテナ周りね、ミサイルの雨が降って結構ね複数デスが入って納品間に合わなくなってしまうっていうこともありますので、まあ納品ペースと相談しながら片パもね処理していきましょう。いいですね。で次の僕の武器がラピッドブラスターですね。ラピッドブラスターなんですが直撃140ダメージ、そして爆風が60ダメージとなっております。直撃と爆風のダメージが2倍以上違います。直撃意識して動いていきましょう。あと、まあ、射程が長く爆風が小さめのブラスターとなっております。なので柱やタワーの処理が得意で爆風で素早く倒せます。まあ、ただね火力が低いので注意してください。体力の多い大物鮭は基本的に苦手で、まあ、爆弾も苦手なので注意してください。柱とタワーに加えて雑魚鮭処理を意識していきましょう。あと今回の武器編成で苦手な大物鉄球とコウモリですが、鉄球は味方が倒しに行きやすいように周りの雑魚鮭を処理してあげましょう。鉄球ねラピッドブラスター一人で倒すってなると直撃9発も必要なので倒すのがかなり厳しいです。あとコウモリは飴玉を打ち返しましょう。ラピッドブラスターは連射力もあり硬直もね短いので打ち返せるときは打ち返して処理しましょう。まあ、ただね機動力が少し低いので打ち返せないときは打ち落とすことだけでも意識してみてください。でラピッドブラスターなんですが大物鮭の処理苦手で結構ね苦しくなりやすいのでそういうとき早めにスペシャル使いましょう。特に満潮とかはね鮭処理が遅れて失敗しやすいので早めのスペシャルが大事です。
もうラピッドブラスター持った時点で、スペシャル早めに使おうっていう風に考えておいてください。ウェーブ1でもスペシャルどんどん使っていきましょう。スペシャルね、使わないでバイト失敗してしまうのめちゃくちゃもったいないです。で、今の僕持ってるスペシャルナイス玉なんですが、もう苦しくて危険な時は肩パッド1体のためだけでもナイス玉使ってしまいましょう。これ結構大事です。で、次の僕の武器がスペースシューターですね。スペースシューターなんですが、一発30ダメージとなっております。弾がブレますが、射程が長く塗りが強い武器となっています。まあ、射程長いので柱や爆弾タワーも処理しやすく得意です。まあ、火力が少し低いので雑魚鮭処理に時間がかかりやすいので注意してください。まあ、ですが今回機動力が高く海側へ行きやすい武器がマニューバとスペースシューターだけです。海側へ行く必要があれば行きましょう。あと今回のね、武器編成で苦手な大物鉄球とコウモリなんですが、鉄球は味方と一緒に倒しに行きましょう。火力が低いので味方と処理したいです。一人で行くと周りのね、雑魚鮭だったり大物鮭に囲まれてしまって、雑魚鮭処理時間かかってしまうので、処理しきれず絶しやすいです。あとコウモリは打ち返して処理しましょう。機動力も射程もあるので一番打ち返ししやすいです。スペースシューターのコウモリ飴玉打ち返しがめちゃくちゃ大事なので頑張ってください。火力はね、少し低めですが、コウモリの飴玉打ち返しやすかったり、あと柱の処理しやすかったりと、かゆいところにね、結構手が届く武器となっています。うまく使ってあげてください。で、今ね、海側の大物鮭処理しに行こうと思ったんですが、ただもうコンテナ周りの、金いくら納品すればもうクリアできるなと思って、処理に行く前に、金いくら納品することを優先しました。味方が納品できるだろうと思って味方に任せて、味方がね、あのコンテナ周りで絶してしまって納品間に合わなくなったりしてしまうのが一番ね、良くないので、納品を達成してからちゃんとね、生き残る動きしましょう。いかがだったでしょうか。横綱に関しても簡単にお話ししますが、スプラマニューバーが横綱誘導しながら攻撃したいです。火力も機動力もあるのでダメージを与えながら生存しやすいです。横綱を誘導する場所は、味方が大物鮭を倒しやすく金いくらを当てやすい位置に誘導しましょう。横綱と大物鮭の位置が近すぎると大物処理できなくなったり危険になりやすいので注意してください。まあ、今回、ノチラスを解説したんですけど、試し打ち場で少しだけでも練習してみてください。チャージキープとリチャージ使えると大物鮭を処理できるようになってバイトもっと楽しめると思います。あとサーモンラン配信の冒頭で全部の武器の特徴を分かりやすく解説しているので、配信もぜひ見てください。あと何度もリマインドさせていただいてるんですが、メンバーシップを明日の夜配信から開始します。メンバーシップ気になっている方はぜひ見に来てください。明後日はメンバー限定の参加型配信も予定しています。メンバーにならなくても引き続き動画も配信も楽しめますのでご安心ください。あと今回の動画の撮影、配信内で行わせていただいたんですが、本当にありがとうございました。また撮影を行う時もご協力お願いします。これからも3問ランの動画アップしていきます。少しでもためになったと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。コメント欄で感想などもぜひお願いします。配信オツですだけでもコメント残してもらえると嬉しいです。生放送もよくやっているので遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。